僕だと一つ腹立つのはやっぱり一番やね、はい、やっぱりですかね、うん、はい、この話題から参りましょう。天皇陛下謝罪で慰安婦問題解決、韓国議長というね、このニュースから深入り本日参りましょう。共同通信によりますと、韓国国会のムン・ヒサン議長はアメリカメディアのインタビューで旧日本軍の慰安婦問題について、天皇陛下による謝罪の一言で問題が解決すると述べました。これはアメリカのブルームバーグ通信のインタビューで語ったもので、ムン議長は日本を代表する安倍総理大臣から謝罪の一言を求めた上で、近く退位されるのだから天皇がそれを行うことを願うと述べました。またムン議長は陛下について戦争犯罪の主犯の息子とも表現し、そのような人が高齢の元慰安婦の手を握り本当に申し訳なかったといえば、これを最後に問題は解決すると語りました。これを受け、韓国の中央日報のインターネット版は、元徴用工裁判の問題などで韓国と日本の関係が最悪の中、日本の国民感情を刺激する発言で波紋を広げることが予想されると指摘しました。日韓対立を一層激化させる可能性がありますという記事になっております。いや、これはね、もうふざけてますよね、もうその一言ですね、もう舐めたこと言うなということですよね、本当に、はい、これね、国会の議長ですもんね、この人。そうですよね、韓国がもう国会の方に手を回してですね、国会にいろいろこう議長とか、あるいは国連のなんとかとか、そんなのに、まあ、これ、まあ、これ国会ですよね、韓国国会、ね、はい、まあ、本当にね、もうふざけすぎですよね、これね、ふざけすぎというか、もう突っ込みどころ満載なんですけど、このセリフね、例えば、まずその、日本 の, その天皇ですね、これ、はい、今、金城陛下にですね、はい、戦争犯罪の主犯の息子と。こんなこと国際的にこれ許される発言ですかね、俺。本当にだから言ったのか疑うレベルの発言を平気でしてしまってるっていうのが、まあ、まず問題だと思いますし、ここのその天皇に触れるっていうのは日本国民に対する最大限の侮辱ですし、まあ、かつてイ・ミョンバクという方が韓国に来たければひざまずいて謝れということを言って大問題になりましたけれども、まあそれにもう匹敵する、もう大問題な発言だったんですね。しかも戦争犯罪の主犯の息子ってね、よう、これほど失礼なこと言いますよね。この口ぶりですよね。で、なおかつですね、要するにそのような人が高齢の元慰安婦の手を取り本当に申し訳なかったといえば、これを最後に問題解決するって嘘つきと、お前ら全然問題解決する気ないしね。いや、韓国ってのは解決するする詐欺なんですよ。そう、しかもなおかつね、もうこれもう韓国の、まあ、まあ、本音はもう明らかな、つまりね、天皇陛下に申し訳なかったと謝らせたら、もうこれで、もうやったってなもんですよ、もうこれでもう100年200年もうずっとこれで現地を取ったと、日本の天皇が謝ったんだから、はいはい、お前ら国民は全員謝れってなもんですよ、もうね、だからそれで解決しますよって、これは大嘘ですからね、もう韓国が今までそういう嘘をずっと続けてきたらね、こうやったら解決しますと、これ認めてくれたら解決しますと、もうこれさえ OK したら解決しますと、今までそればっかり言ってきたからね、で、要するに何年か前にね、いわゆる河野談話の時にもね、もう認めてくれたらもう何も言わんからって、分かった分かったって、まあ、認めたようなことを言うたわけですよ、河野談話ね、はい。そうすると、それ現地取ったんですよ、認めたやろ、お前認めたやないかと、認めたやろ、ほんなら、もう、賠償金で払え、謝れ、謝罪しろと、もうずっとそれやからね、もうだから、もう韓国人の言うこと、絶対信用したらかん、永遠に解決できないゲームをやってる韓国の国ね、はい、いやもう永遠にその、だからクリア条件を何度も日本はクリアしてるのに、エンドロールが流れないという、そしてまた新章に突入するというのが、まあ、日韓関係なので、そうね、本当にその、だからゲーム、まあ、本当ゲームとかでね、例えば、じゃあこれ、じゃんけんで決めようと、で、じゃんけんを勝ったら、今のやん直し、これやもんね、もう何回でもやん直しやからね、はい、今までなかったこととかでね、まあ、とにかくずるいよね、まあ、ずるいというかね、とにかく、もうこれ、ずるさとともに、もう、日本に対して、これほどの失礼な発言ないんでね。いや、もうね、
品位の面で論外ですよね。あもうこの議長いうのも議長いうのも文言うねこれね。そうですね。まあまあまあたまたまね。たまたまとはいえね、大統領も文なら兄弟ちゃんか議長も文という、はい、まああちらはほら名字のあの数がね、あの全体としては少ないじゃないですか。名字は70か80とか言うね。うん、でそのうち実際には、金とパクと、あとなんだったかな、リーか、リーさんとかね、この3つが7割ぐらい占めるんやろ。また随分その血脈的にね細かく分かれるみたいですね。あれはね実は理由あるんですよ。まあ今度も本出しますけどね。あ今こそ韓国に謝ろうの文庫版、そしてさらばと言おう、でそしてさらばそういうサブタイトルついたんですか。ついたんです、はい、そしてさらばと言おう、はいはい今こそ韓国に謝ろうそしてさらばと言おう出ましたねこれ。 あのねこれカバーが出ました、ね、正式にあの土下座の、はい、になった、はい、あのカバー帯にね、私の土下座の写真が載ってます、はい、いやこれ文庫じゃなくて最初に出た時はビシッとした顔の写真が載ってましたね。そうです、はい、この土下座写真はですね、本を出した時に新聞広告に載せたんですよ、はい、で今回、まあ、新しくこう文庫する時に、はい、あの土下座の写真をカバーに入れよう、ね、はい、カバーに、これは日本国旗外伝だ、これ有本さんが言うとかで、はいはいはい、日本史上最悪の35年間朝鮮にかかったのが大失敗だったってね。でねこれね、これ有本さんが言うたこの日本国旗外伝だって言ったらね、これ外伝という意味があるんですよ、はい、私去年日本国旗を書きましたね、はい、で、まあ、日本の歴史を書いたんですが、はい、実はここに書いてないところがあったんです。書いてない部分が日本国旗に書かれてない部分、書いてない部分、それはですね、朝鮮を併合した時代の35年間の朝鮮のことが書いてないんですよ。あれ本当は朝鮮併合ですからね、あの35年間は朝鮮半島は日本やったんです、だから当然日本史の中にはそれを入れなあかんかったのに、それを入れるとすっごい長くなるんで、あえて日本国旗からはその35年間を外したんですよ。でもまあ今回はこの今こそ韓国に謝ろうはその35年間のことが書いてますからね。あれはだからこの35年間は実は日本史なんです。あれは日本でしたから。でも併合っていう視点で言うと、さっきこの文喜さん国会議長が言ったこの戦犯の主犯の息子とか言ってましたけど、この方たち共犯者ですからね。そうです。あの時は日本人でしたから、連合国と一緒に戦った、日本人なんですよ。そうなんです。戦ったはずですけどね。そうなんです、ほんでごめんなさい話がだいぶそれましたが、なぜ、金とパクとリーが7割を占めたか言ったら、この金とパクとリーというのはもともとはヤンバンの、名字なんですよ。まあ、貴族階級、はい、金パクリって金パクリってうまいこと言うね。で、朝鮮半島はですね、もともとは日本が併合するまではですね、一般庶民は名字がなかったんですよ。奴隷が3割いてね、で奴隷3割は当然名字がない、でだからそういうのやったんで、ところが日本はその併合した時にこれは困ったなと、名字がないのは困るということで、ほんでやっぱり身分制度があんまりにも厳しかったんで、こんな身分制度あかんやろと、もう立正戦時代はね、立正戦時代でこういうその身分制度を全部廃して、もう奴隷も全部なくして、ほんでやっぱりこう戸籍もちゃんとしようということで、もうみんな名字を名乗ることができたんですよ。その時にですね、みんなヤンバンの名前を名乗ったんで、はい、ほんでもういわゆるその3つの名前がめちゃくちゃ多いんですよ。あともう一つ名前で言いますとね、ちょっと話だいぶ、まあ今こそ韓国に謝ろうにずっと書いてるんですが、まあ、韓国人はですね、今、併合時代に我々は名前を奪われたと言ってますね、我々の自分たちの名前を奪われた、創始解明の件です。勝手に日本名を付けられた、これ、違うんですよ、君たちが勝手に日本名を名乗ったんですよ。だから当時の、併合時代にもう何度もお触れ出してるんですよ、勝手に日本名名乗ったらあかんって言ってるんですよ、勝手に名乗るのよ、それでも勝手に名乗るんですよ、はい、特に、ね、満州に行った人が勝手に名乗った方が多かったんですよ。満州にこう入植して朝鮮の人がこう入植する、これやっぱりその、中国人にね、お前朝鮮人やないかと言われる、ほんならやっぱり嫌やから、俺は日本人だって言って勝手に日本の名前に名乗っちゃうんですよ。
ほらやっぱりちょっと待て、勝手に日本人の名前になるとあかんと。でまた内地に来た、内地というかまあ日本に来たりとかなんかもみんな日本名になる、であんまりやるんでもいつの間にかもうなあなあでなってしまった。で創始改名、1940年代教師改名やるんですが、この時にファミリーネームをつけようということで、まあそれぞれみんなやっぱりあの戸籍でファミリーネームをつけなさいということで、それまで、朝鮮半島ファミリーネームなかったんですよ。結婚しても、奥さんは奥さんの名字、旦那は旦那の名字ですからね、だから名字はあの変わらない。日本人はね、あの嫁に行った、あるいは養子に行った言ったら、あの一つの夫婦は一つの名字になりますよね。ところが、中国も朝鮮半島も結婚しても名字は別やったんですよ。でそれは困るということで、その家としての名前を付けなさいということで、これがあのいわゆる創氏なんですね。でその時にじゃあどっちの、あの嫁さんの名前にしてもいいし、旦那の名前にしてもどっちでもいいですよと。で、その時に、多くの人があ、そうか名前勝手に名乗れるんかということで、なんと多くの人が、7割か8割ぐらいの人が勝手に日本名名乗ったんですよ、この時に。でこそう、でその時もね、これ全然強制じゃないんで、というのは、その半年間の猶予があって、じゃ あの名前を届けなかった人はどうするかというと、届けなかった人は自動的に旦那さんの名字がそのままそのファミリーネームになるんですよ。例えば金さんやったら、旦那の名前が金さんやったら、もうその家の名前は金さんになる、パクさんやったらその家の名前はパクさんになる。だから全然そのいわゆる強制してないんですよね。で実際に強制してない紹介いくらでもありまして、戦争中にですね、朝鮮名で日本の国会議員になった人とか、日本の陸軍中将になった人とか、いっぱいいるわけですよ。そうですよね、はい、高中将とかそうですよね。あ、そうそう、あの高志作中将から陸軍士官学校入って、どんどん出世して、あの山本七平さんが伝記書かれてる、あ、そうあの方ですよね、陸軍中将になってね、考えられないですよ、ものすごい。だから優秀な人はもうだからそのまま日本名名乗ってませんからね、そのままもう朝鮮名をそのままでちゃんと中将にまで、中将ってのは大将のすぐ下ですからね、この方は非常に立派な、高中将は非常に立派な人ですね。戦争終わってから連合国によって戦犯容疑で処刑されたんですよ、捕虜虐待の疑いをかけられてね。でこの高さんというのはすごい立派な人で、部下は全部かばったんですよ、部下は全部かばったけど、自分のことに関しては一切弁護しなくてね、まあ、そうやって、まあ、亡くなった人ですけども、まあ、ごめんなさい、だいぶ話をそれましたけど、はい、まあ、こういうことがね、今度はあの今こそ韓国内まで、はい、そしてさらばというように70年代フォークの名曲みたいなタイトルですよね、はい、そしてさらばというように、誰か歌ってそうな曲、昔俺は男だでね、まあ、森田健作さんがその主題歌がさらば涙というようにね、さよならは誰に歌わなくてもいいんじゃないですか。そうですか、得意かい申し訳ないですよね。まあでもこの件で百田さんツイートされてるっていうあの話ですけど、その議長のこの発言、まさにこれですよね、そのあ、そうね、こちらですよね。あ、出ました、後ろ出ましたね、はい、これですね、はい、今こそ韓国に謝ろう、そしてさらばと言おうの文庫本を必死で編集作業中に、韓国が天皇が謝罪せよと言い出すニュースが、あー、またこれも過失せんとあかん、この調子だと考慮した後も過失したいニュースが出てきそうっていう、でもこのペースだと永遠に終わらない可能性ありますよね。そうなんですよね、だからどっかで来てたなともうね、編集作業終わって、もういよいよ出そうと、まあ、今日考慮したんですけど、その時にね、またこのニュースが、ここまた書かなあかんやんけと思ってね、ほんまに1000ページ超えるんですか、このペースで。そうですね、はい、なかなかさらばと言えない、言いたくても言えない、いや、まあとにかくでも、まあだいぶ笑いましたけど、これはほんまふざけたニュースですよね、これ地上波でこんなやってるのかな、どうなんでしょう、ね、多少はやってますか、まあさすがに発言の意味が大きいですからね、そうね、これはほんまに日本で怒らなかったね、ちょっといい一人ぐらい冷静な人いないんですかね、他の国で。